はい、こんにちは。今日は2021年10月23日です。世間の話題は何かあったっけ？世間の話題は選挙が始まるんですね。選挙運動はもう始まってんですね。まあ、選挙に行きましょう。あと国民審査がありますね。裁判所の信任投票みたいなやつ、あれはね、罰をつけないと、信任しないという意思表示にならないんですね。ちゃんと、いろんなところに載ってる情報を見て、自分の判断して、この最高裁裁判官はダメだなと思ったら、バシバシ罰をつけていきましょう。いいなと思ったら何も書かないでいいです。さあ、というわけで今日もですね、無編集でダラダラとやっていきたいと思います。もう1分経っちゃいましたね。さあ、1個目の話題何にしたっけかな。Android 12が提供開始されました。主に Pixel シリーズで、提供されてますね。僕も Pixel で今、Android 12を確認したんですけれども、なかなか新しいデザインっていうか、だいぶシンプルになったような感じがしますね。いろんな機能がなくなった機能とかもあるし、個人的にはいいんじゃない、ああいう風にどんどんシンプル化していく方向っていうのはいいんじゃないかなと思いますけどもね。ただシンプルにしただけじゃなくて、使い勝手の面もどう配慮してるかというところが、一般の人にどう見えてるのかというところが、興味があるところですけども、私は、今のところあまし悪い印象は持っておりません。その、Pixel が、6が発表されましたね。 Pixel 6が日本円で 74,800円より、 Pixel 6 Pro が116,600円。あれ、これ値段合ってるか、間違ってかもしんねえな。円よりです。で、プロの方は4倍ズームがあるんだったっけかな。光学4倍ズームで、デジタル5倍で20倍ズームまでできるっていうやつなんですけども、デジタル5倍なんて、そんなのまともに使えないだろうと思ったら、これが結構使える、まあまあ使える画質になってるっぽいですね。私は直接見てませんけども、データを見る限りはまあまあ良さげなデジタルズームになってると。それも、なんだ、テンサーチップ、 Google 独自開発テンサーチップを採用して、画像の何て言うの、機械学習関連をやるためのチップ を搭載して、それをやるソフトウェアが優れていると。あ、そういうところなんでしょうけれども、詳しいことはよくわかんないですね。テンサーチップの実力はどうなのか、まあおそらく今回でモバイル版チップの第一世代になるんで、 Apple の A シリーズの最新版ほどではないとは思うんですけどもね。まあこれから何年かすると Apple の A シリーズに追いつくんではないでしょうか。Apple の方はですね、スマートフォンをカメラ、もうシネマカメラみたいにね、位置づけにしてる部分もありますからね。はい。そこにどこまでついていくかというところですね。それで、これ Google じゃなかった。Apple だ。いや、今アップルの話したか。アップルが MacBook Pro を、なんだ、M1 の上位チップ、SOC を搭載して、なんだっけ、M1 Pro と M1 Max ということでですね、グラフィック機能が大幅に、強化したと。そのグラフィック機能を強化しただけじゃなくて、なんだ、
高性能コアと高効率コアを今最近の ARM はやってますけれども、この M1 Pro と Max は基本は、高性能コアが8に高効率コア2という、消費電力はあんまし意識しないものになっていると、そういうところですね。だからもう高性能に振り切ったチップですよということで、で GPU は M1 の2倍、 Pro が2倍、 M1MAX は M1 の4倍、倍ゲームになってて、その分、そのだけグラフィック機能が高いと、2倍4倍になるということなんで、これはねすごいことになりますね。でもって、消費電力が低いと、これはねいいですよ。これはいいけどね、だいたい一般的な人が買う、ね、あのスペックにすると M1 プロ14インチ MacBook Pro は40万円ぐらいになりますからね。40万円ぐらいから、多分 M16 インチもまあ40だ、モデルによるけどね、まあ、50万円近くになりますから、なかなかね買えない値段ですねこれはね。だプロフェッショナルユーザーの人はそれで、仕事がはかどるんだったら50万だろうが60万だろうが出しますよっていう人がいっぱいいると思いますけどね。そういう人はもう一番自分が納得するスペックのものを買えばいいと思いますね。何よりこの MacBook Pro が一番いいのは、パフォーマンスが高いだけじゃなくて消費電力が低くてパフォーマンスが高いところですからね。だから一般的な Windows PC が、ファングワンと回ってうるせえところが多分あんましうるさくないのかなと思いますけどもね。実機で、テストしないと分かんないので、テストしてないので分かりません。そんで、今言った高いやつ、ピクセルも高いけど、信頼できるメーカーの 5G 対応の安いやつ、安いスマートフォン 5G 対応、それがモトローラエッジシリーズですね。エッジ20フュージョンっていうのは43,800円と、エッジのなんたらっていうやつもなんか安かったと思うけど、5万円以下で 5G 対応で、まあまあ性能も良くて、でそんでもってある程度信頼ができるメーカーのもの、信頼ができるメーカーっていうのは、まあ、いわゆる中国系メーカーだと、まあ別にそれぞれのメーカーは悪くないんでしょうけど、どうしても中国政府に関連してるとなんかまずいんじゃねえかなっていう気がしないでもないですけどね。そういうのがあんましなさそうなモトローラ、まああんましないって言ってもね、レノボグループですからね。レノボグループはどうなんだっていう話も出てくるんですけども、まあ、モトローラは、別会社だからいいんじゃないかな。そもそもレノボ中国系メーカーだったらレノボ信用できねえんじゃねえなんていうことを言い出したらもうキリがないですからね。そんなこと言ったったらどうすんだよ。っていうことになっちゃうからな。それにあと大抵のスマートフォン中国の工場で作っていくからね。まあいいか、そんなこと気にしてたらどうしようもねえな。もうエイサーが Chromebook を発表してますね。フル HD と HD 液晶モデルで、これよ4、5万円だったかな。まあまあ安いね。セレロンを搭載してるんじゃなかったかな。Chromebook ってだいたいこういうあの低価格モデルばっかりで、まあ、低価格モデルはいいんだけど、性能がね、パフォーマンスがちょっと低いからね、なんかちょっとやるとね、すごい遅いんですよ。あれ VS コードとかでインストールできて、コンパイル的なことできるじゃないですか。コンパイルでもないけどね、
Python とかでやると違うけど、それがなんかちょっとやったら遅いっていう、そういうのがちょっと気になったりしたりします。そして、最後の話題かな、エイリアンウェアオーロラの新筐体が発表されてますね。あの白い筐体で中が見えるガラスみたいなのがついて、結構かっこいいですよねと思います。あの角張ったやつでガラスがついてるってとこじゃない系のかっこよさがある、こういうああいうのもいいんじゃないかなと。なぜここでこういうところにその画像を持ってこなかったのかと、そういうことになりますね。今度からやろうかなって、なんか2ヶ月ぐらい前にもやってきやすいけど、なんかめんどくさかったちょっとね。というわけで今日は終わりにしたいと思います。来週は Adobe Max やってますね。今週は C-TECやってましたね。 C-TECのネタ言うの忘れてた。 C-TECってあれ今オンラインでできるじゃないですか、見れるじゃないですか。でバーンといろんな会社のブースというか説明見てると、あれこれなんだろうなって思ったら、そのネタをすぐに C-TECの検索のところでパッと出すと、同じネタを他の会社がやってるのが見えますからね。でそういうのを見て、各社そのネタはどういうスタンスでやってるのかなっていうのを見比べるのが簡単にできるというのはいいですね。実会場でやると、ホール A、ホール1で見たやつを、そういえばホール3の会社はどうなってんのかなって言って、ホール3に行ったら、とんでもなく疲れますからね。そういうのが全くなくオンラインで全部わかる。あれは便利でいいですね。ということを今回の C-TECでは感じました。終わります。